静岡市の清水港日の出不当が開放され釣り体験教室に多くの親子連れが参加しました静岡市の清水港日の出不当が今日特別に開放され釣りの体験教室が開かれましたこの教室は静岡市と日本釣り振興会静岡県支部が2011年から企画しています 今日は天候にも恵まれ、親子連れなど350人余りが釣り教室に参加し、アジやタイなどを釣り上げていました。今日で何匹釣れたのかな？急ピッ楽しかった。また、清水海上保安部による安全講習会も開かれ、参加者はライフジャケット着用の重要性などについて学んでいました。